はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、伏黒を描いていきたいと思います。呪術廻戦キャラの描き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。まずほっぺをぷくーっとさせて、くるくるくるーっと。で、耳。で、目は横に線をピーッと引っ張って瞳をくるくる塗ります。で、こっちもピーッと横に伸ばして、目をくくーっと描いて黒く塗っていきます。で、口をへの字にする。で、前髪はこの目と目の間ぐらいにシュッシュッとこっち右目側に流していきます。で、今度左目側に。耳の方におろします。で、今度右目側にシュッシュッと伸ばして、で、この左目からスーッと上に上がったところぐらいに分け目を取ってツンツンさせていきます。で、ちょっとグイーンと大きく出して。で、細めの毛束。で、ちっちゃい毛束。ちょっと海みたいなイメージですね。で、こっちも。グイーン。で、グイーンと大きく出して、大きく出して。で、髪の毛にタッチを入れていきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。